徳川綱吉。徳川綱吉は、江戸幕府の、第五代将軍である。三代将軍、徳川家光の四、男として、正法三年一月八日、江戸城に生まれる。陽名は徳松。慶安四年、1651年四月、三兄の長松。後の徳川綱重と共に、まかない寮として、大見、美野、品野、駿が、 上野から十五万国を配慮しか診断をつけられる。同月には家光が死去し、8月に、長兄の徳川家綱が、将軍宣言を受ける。上皇2年、1653年8月に家綱の、右大臣昇進に合わせて二人の弟は元服し、返帰、綱の辞を受けて、長松は綱重元、徳松は綱吉と、それぞれ名乗った、松平右和と綱吉と、 松平聖を称したとされる。同時に、十三位、左小野江中将右馬頭に助任する。明暦三年、1657年、明暦の大火で、竹橋の自邸が消失したため九月に、神田へ移る。広文元年、1661年八月、上野立林屋主藩主として、白持ちとなったことで、所領は二十五万国となる。 12月には三議に上任され、この頃、立林最小と通称され、徳川政を名乗ったと考えられる、立林徳川家の創設。幕府から家臣が付属されており、誕生後から立林藩主となるまで380人近くが、県された。漢文10年、1670年に、牧野成貞を立林藩家老三千国に抜擢する。 館林藩主となったが、綱吉は、基本的に、江戸在住であって、家臣の8割も、神田の御殿に詰めており、生涯で、館林に寄ったことは、漢文3年の将軍家江綱に随伴した、日光詣の帰路のみであった。遠方8年、1680年5月、家江綱に、後継ぎとなれる男子がなく、その養子になれたであろう三兄の綱重もすでに、亡くなっていたため、 家綱の養子師として、江戸城二の丸に迎えられ、同月に、家綱が40歳で死去したために内大臣及び身に、この遺大将となり、さらに将軍宣言を受ける。家綱時代の大老、坂井忠基を廃止、事故の将軍職就任に功労があった、堀田正俊を大老とした。その後、中世は病死するが、坂井家を改役にした井綱吉は、大目付に、 墓から掘り起こせなどと命じて、死かどうかを異常なまでに宣言させたという。しかし証拠は出せず、結局は中世の弟忠だが言いがかりをつけられて、改易されるにとどまった。綱吉は、堀田正俊を片腕に処分が確定していた越後、高田藩の継承問題、越後騒動を再定し直したり、諸藩の政治を監査するなどして、積極的な政治に乗り出し、作用。 聖様と陰口された家綱時代に下落した将軍権威の向上に努めた。また、幕府の会計監査のために環状吟味役を設置して、有能な昇神旗本の登用を狙った。小木原重秀でもここから登用されている。戸様大名からも一部幕閣への登用が見られる。また、戦国の殺伐とした寄風を排除して、徳をおんずる文字政治を推進した。 これは父、家光が綱吉に呪学を叩き込んだことに影響している弟としての分をあきまえさせ、家綱に無礼を働かないようにするためだったという。綱吉は、林信厚をしばしば召しては、京書の討論を行い、また四書や易教を爆心に抗議したほか、学問の中心地として、湯島聖堂を建立するなど、大学問好きな将軍であった。呪学の影響で、 歴代将軍の中でも、最も尊老心が扱った将軍としても知られ、五領、皇室領を一万国から三万国に増額して、献上し、また、大和国と河内国一体の五領を調査の上、修復が必要なものに巨額な資金をかけて、計六十六両を修復させた。区下たちの所領についてもむね、綱吉時代に倍増している。後に、阿公藩主。 朝野長典を大名としては、異例の即日切腹に処したのも、朝廷との儀式を台無しにされたことへの綱吉の、激怒が大きな原因であったようである。綱吉の、こうした儒学を重んじる姿勢は、荒井白石、室急走、お牛空、雨の森報酬、山賀そこらの学者を輩出するきっかけにもなり、この時代に儒学が流星を極めた。 綱吉の知性の前半は、基本的には、前世として、天羅の地と称えられている。しかし、上京元年、1684年、堀田正俊氏が若年より、稲葉忠子宮に視察されると、綱吉は、以後大老を置かず側用人の牧野成里柳沢義安らを徴用して、老中などを遠ざけるようになった。また綱吉は、儒学の功に影響されて、母、 継承院二十一位という前例のない行為を朝廷より賜るなど特別な処遇をした。継承院とゆかりの深い本庄家、牧野や小室藩主などに特別な計らいがあったとも言う。この頃から有名な小類やアーレミの例をはじめとする後世に悪性と言われる政治を次々と行うようになった小類やアーレミの例については母の長愛していた。 高光総城のことを採用して発布したものでると、される。なお、一般的に信じられている、過酷な悪法とする説は、江戸時代趣み直しの中で再考されつつある。詳しくは、綱吉の評価を参照のこと。これらが、幕府の財政を悪化させた。勘定吟味役、後の勘定奉行、小木原重秀の検索による貨幣の改中を、実施したが、 本来、懐中すべき時期をややいしていたこともあり、また、元牧金と元禄瓶の品位低下のアンバランス、富裕層による、良質の休暇の滞在から、かえって経済を混乱させている。着難の徳松が死去した後の、将軍後継問題では、綱吉の娘婿、娘、鶴姫の夫である、徳川綱ノ紀州徳川屋が候補に上がったが、徳川光圀が反対したという説もある。 宝永元年、1704年、六大将軍は老い、兄、綱重の子で、甲府徳川家の綱豊、後の家信に決定する。綱吉は、宝永六年、1709年1月10日に、成人マシンにより死去、去年64年。綱豊改め、家信が将軍になると、将類やあれみの霊はすぐに廃止された。しかし、摂政である高狩りは、徳川義宗、 綱波の,の弟が八大将軍になった後まで復活することはなかった。ちなみに吉宗は天那の地を行った綱吉に対して敬愛の念を抱き、吉宗の教法の改革の中にもその影響が見られると言われている。日付は旧暦、愛知県岡崎市の徳川家の菩提寺である大樹寺には徳川歴代将軍の遺杯が祀られているが、 この位牌は亡くなった時の身長と同じサイズで作られているとされる。また、徳川家の遺骨の学術調査によると、この位牌と遺骨の差は5トルの重さもないとされているので、この位牌のサイズはまさに綱吉の実際の身長であると思われる。この綱吉の位牌は1 2 4トルであることから、綱吉は当時の成人男性の平均身長155、 センチメートルよりも極めて小さく、低身長症だったのではと言われている。綱吉の行状については、価値の低い資料による報告が誇張されて、伝えられている部分もあり、近年では、綱吉の政治に対する評価の再検討が行われている。綱吉は、側近の長身以外の意見を軽視し、悪法で民衆を苦しめたという否定的評価がなされる一方で、 元禄四年、1691年と、同五年、1692年に、江戸で、綱吉に越見した、ドイツ人イシ、医師エンゲルベト・ケンペルの、非常に鋭誉な君主であるという印象を受けたといった、評価も受けている、ケンペル著、日本史。ケンペルの綱吉館や、両者の交流については、ベアトリス・ M ・ボーダルと、ベイリー・ケンペルと、徳川綱吉、中高新書。 1994年 ISBN4 から12から10万1168から6に詳しい。綱吉の知政家は、近松門左衛門、伊原西閣、松尾芭蕉といった文化人を生んだ原禄期であり、後継期の時代だったことから優れた経済政策をとっていたという評価もある。また、知政の前期と後期の評価を分けて考えるべきだという説もある。前期における、 幕政刷新の試みは、ある程度成功しており、強法の改革を行った八大将軍、徳川吉宗も、綱吉の定めた、天那霊をそのまま、武家諸法度として採用するなど、その姿勢には綱吉前期の知性を反とした政策が、多いと指摘されている。綱吉の知性の評価が低いことについては、晩年期に頻発した、不幸な偶然もいくつかあると指摘されている。 具体的には、元禄8年、1695年頃から始まる、欧州の飢饉、元禄11年、1698年の直学大化、元禄16年、1703年の元禄地震、火事、宝永元年、1704年前後の浅間山噴火、諸国の洪水、宝永4年、1707年の宝永地震、富士山噴火、及び宝永5年、 1708年の京都大化などである。それらは、現代では、知性の評価を左右するものとは考えにくいが、当時は、こういった、天変地異を、天罰、イコール四君の徳がないために起こったとらえる風潮が、残っていた。深い正し会によれば、綱吉はその知性を通して46夜の大名を、改役もしくは減報し、1297名の旗、旗本、 御家人を処罰している。旗本の5人に一人は何らかの処罰を受けたことになるが、処罰の理由として際立って多いのが、勤務不良408名と、小ありて315名である。不快は、旗本の大量処罰を、法権官僚機構の整備と評価している。一方で、処罰された旗本の32%は故障や、禁樹といった行政官僚ではない役職で、 その理由の多くは、司祭不明の、壊り手に該当し、政治的な意図のない死的な人事も相当数、行われた考えられる。徳川三木付録官下には、柳沢義康が、旗本の処罰があまりに厳しいことについて、家康以来の家臣である彼らを、扇子、花紙などのごとく軽々しく扱ってはならない、と還元したとある。荒井白石は、元禄八年。 1695年以来始まった貨幣海中は近年の車視流行による幕府の出費拡大の穴埋めのために金銀のごとき天地から生まれた大砲に混ぜ物をした結果天才地平を招いたのであってこれよりひどい悪性は前後にその類を見ないと酷評したこれは白石の受教的思想に基づくもので家康の時代より続いた慶長の平成は変えてはならず 金銀は天地の骨とする陰陽を五行説から来る信仰であった。また、現代においての評価はテレビドラマによるところが大きい。綱吉がドラマに登場するのは基本的に中心蔵関連か、水戸黄門関連のドラマのどちらかであることが多いためである。中心蔵、赤江事件では大抵の場合、光家、吉仲が 朝の長野に悪態を見せる姿が描かれる。その結果、長野にのみ切腹を命じて、義仲の罪を問わなかった綱吉には、義仲の悪態に加担したかような否定的イメージが、付きまとってしまう。このことも、綱吉の評価を実際以上に低めていると言える。綱吉のもう一つの不運は、水戸公門、徳川光国の存在である。光国には、 小類やレミの例に抗議して犬の怪我を送ったという逸話を中心に綱吉に直言したという記録がいくつかあるため、三戸黄文の物語中では悪役を割り当てられてしまっている。また、三国が第二本史を編纂し、綱吉が自ら液況を講じるなど類似した方向性を持っていたことから、三戸黄文ファンの中には黄文を持ち上げるためにことさらに 綱吉をけなすという風潮もある。綱吉再評価に関する文献として、代表的で入手が容易なものとして、塚本学部、徳川綱吉、吉川博文館、1998年、山村京子、黄門様と、犬久保、文春新書、1998年 ISBN、4から16から66万10から9が挙げられる。 また、2004年12月28日に、富士テレビ系列で放送された、ドラマ、徳川綱吉犬と呼ばれた男も、この際評価に連なる系列のものである。伊沢元彦も、逆説の日本史中で、戦国の気風を残した世相を、生命を大事にする太平の世へと変革したと非常に、高く評価している。家康以来、代々の将軍は能を愛好してきたが、 綱吉はその中でも農協と言われるほどの執着を示した。綱吉の農協の特徴として、農学研究者の表彰は以下の5点を挙げる。まず1については、将軍就任後まもない遠方を9年、1681年2月、慶承院のために模様した農で、自ら船弁慶、小状を舞うなど、早い時期から見られる傾向である。これは年を追うごとに頻度を増し、 江戸城内のみならず、長鮮亭や寺社へ赴く際には、儒学の講義に続いて綱吉が脳を舞うことが常であり、元禄十年、1687年には71番の脳、150番以上の前林を舞っている。諸大名や、愚下もまた、追従としてその拙ない脳を所望せねばならなかった。二にについても、将軍就任当初から故障に脳を舞わせるなど、していたが、 後には側近ばかりか大大名にもこれを強制した。上京3年、1686年4月、徳川綱則、前田綱則、徳川光友、徳川綱豊、徳川正徳川光、国、徳川綱成、徳川綱枝による脳が模様されているのがその、恒例であるが、この場合も彼らは、直前になって、綱吉の命を受け、慌てて稽古をせねばならなかった。 綱吉が、宝章流を好んだため、諸大名も、宝章流を取り立てたことが、現在まで加賀などで、宝章流が盛んな一因となった。三の例となるのは、宝章大部による、道成寺の骨鼓を打つことを命じられた、昭古館聖家同主、関瀬シ九郎が、流派が違うことを理由に、これを拒否したことに対し、天那三年、1683年2月に、シ九郎ロウを追放。 翌3月、宝章座に移籍させ、聖まで宝章に返させて呼び戻した一件である。他にも立林時代のお抱え役者の登用、さらに上京を3年には、北竜三世位、北七代竜宗義を追放し、北座を解体するという、農会を震撼させる、大事件を起こしている、翌年謝面。4については、徳川美希にも批判する文章が載せられている。 私分に取り立てられた役者は、特に、状況以後はこのために新設された、廊下番のポストに付けられて、表向きの役者を廃業し、綱吉が常駐で私的に無用素能に出演させられた。当初は御座以外の役者を私分としていたが、次第に諸座の大部、家元クラスがその対象となっていった。これを断れば、やはり追放が待っており、当主、後継者を奪われた各家は大きく混乱した。 特に大部を二度にわたって取り立てられた北座では、文家の文在門家が断絶を余儀なくされている。登用された役者たちは、三世、北七代悠宗義改めな過剰なおかげのように、九百国取りにまで出世する者もいたが、五世、北七代悠久志能の,のように、綱吉の断食の相手を断り切腹させられるなど、多くは過酷な運命をたどることとなった。五であるが、 綱吉は日頃演じられない珍しい曲を見ることを好み、廃絶されていた古曲を積極的に復曲させて、上演させた。それまで長く演じられなかったにもかかわらず、綱吉の時代に復活した曲は実に四十一番にも及ぶ。もっともこれも六日ほど前に急に命じられ、慌てて間に合わせたものがほとんどであったが、そのうち二十番は現在まで。 各流派で演じられており、中には、宇月、大原みゆき、せみまなど現在でも高く評価されている曲が、含まれている。同様の傾向のあった家の部による復曲と合わせ、怪我の巧妙ながら、これは後世に残る業績となっている。判例、ないは、署名、ないの、生死は、藩主になる予定であったが、継ぐ前に亡くなった人物を、それぞれ示す。在任中に、 アコー事件が起きたことから、中心グラや、その関連作品に、たびたび登場する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。